はい、皆さんこんにちは、田中一平です。それでは参りましょう。今日からですね、小泉内閣の政策について具体的に見ていきたいというふうに思います。テキストは現代史の45ページをご覧ください。で、まずこの小泉純一郎内閣ですね、かなり長いですね。2001年の春に成立した後ですね、2006年の9月まで政権を担当します。平成令和っていうふうに見てきた時に、5年以上やっぱ続く内閣っていうのはまあ珍しいわけですよね。まあ日本の政治全体を見てもですね、内閣総理大臣がですねずっと5年以上続いたっていうのは結構珍しいんで、だからその小泉純一郎内閣の中ですね、これを大きくやっぱり2つに分けるといいだろうと、まあいいことなんですね。で、その大きく2つに分けた時に、テキストのところなんですけど、前半期が2001年から2004年で、後半期が2005年から2006年と。で、ここの前半後半って分けたのはですね、特にこの後半部分、2005年から2006年にかけては小泉純一郎年来の、まあ、主張だったですね、郵政民営化、これに大きく焦点が当たったんで、まあ、そこの部分をですね後半期としまして、で、じゃあそれ以外の2001年から2004年までをですね前半期というふうに位置づけていますと。はい、で、じゃあまあ当然一番の前半期から見ていくっていうことになります。で、この前半期をですね、内政面と外交面に分けていきます。で、まず内政面では構造改革ですね。で、外交面ではですね、テロと戦うアメリカへのこの協力を重視すると、まあ、いうことで、で、ここの動画ではですね、まず外交から具体的に見ていくと、まあ、いうことになります。小泉内閣の外交ですね。で、この小泉純一郎内閣約5年続くというふうに先ほど言ったんですけれども、その5年続く中でですね、外交の方針として明らかに言えるのは対米重視ですね。この小泉純一郎内閣がですね、もう政策の方針として揺るがなかったのはここですね。この小泉純一郎内閣の時期のアメリカっていうのはですね、まあ、いわゆるテロとの戦い、これっていうのが行われた時期なんですね。で、まず押さえておきたいのは、この当時のですね、アメリカの大統領がですね、ブッシュジュニアですね。まあ、一応教科書の表記に習ってブッシュ子というふうにしますけれども、この大統領の時代に行われた、まあ、テロとの戦いですね。で、じゃあこれが具体的に何がありますかっていうことなんですけれども、大きく2つですね。1つはアフガン紛争、2001年の10月から始まりまして、まあ、そうですね、終わったのは2021年なんですけどね、8月末ですか。アフガニスタン紛争に際して小泉内閣は協力していくと、まあ、いうことになりますね。もう一つがイラク戦争ですね。イラクのサダム・フセイン政権、これとの、まあ、戦争にアメリカは入るわけですけれど、これについてもですね、小泉内閣は協力していくということになります。2003年ですね、3月か。で、まあ、ここら辺を具体的に解説をしていくっていうことになるんですけど、まあ、まずはこっちですね、このアフガニスタン紛争ってことなんですけど、これの背景となるのが2001年の9月11日に発生したですね、いわゆる 9.11 と呼ばれるアメリカで起こったですね、まあ、テロと、まあ、いうことになります。テキストの45ページですね、対米のところを見てください。ブッシュジュニアと親密な関係を維持し、アメリカとのテロとの戦い、まあ、対テロ戦争に一貫して協力したと、まあ、いうことですね。この対テロ戦争っていう言い方に一応黒の太字をしてあるのは世界史探究ですね。で、それから歴史総合の教科書でこの対テロ戦争っていう用語が出てきますんで、まあ、一応太字にしてありますけど、これを覚える必要はないと思いますけどね。はい、それよりはまあ具体的な出来事ですね、同時多発テロですね、これが発生するということです。2001年の9月11日、これは覚えてください。2001年の9月11日です。通称 9.11 とかって呼ばれました。アメリカのですね、ニューヨークですね、世界貿易センタービルですか、これにまあ飛行機が突っ込んでっていう、まあ、だから当然飛行機が突っ込むってことは、その飛行機の乗客、まあ、もちろんそれはもうテロリストに占領されてるわけですけど、まあ、それごとビルに突っ込んで最終的にはビルが崩壊するというかなり痛ましい、まあ、出来事が起こるということですね。それから、まあ、あまり話題になりませんけど、アメリカワシントンにあったですね、国防総省、ここにも飛行機が突っ込んで数十名死者が出ております。まあ、だからアットワシントンニューヨークと、まあ、いうふうにしたんですけれども、でこれがですね、イスラム武装組織のアルカイーダという組織による犯行だと、まあ、いうことなんですね。で、まあ、ここら辺の詳しい経緯についてはですね、中の2番、そして中の3番ですね、ここに説明をしてあります。そもそもアルカイーダって何ですかとかですね、まあ、そこら辺を、まあ、特に中の3番ですか、ずっと説明してあるんですけど、で、じゃあなんでそこでアフガニスタンっていうのが出てくるんですかっていう話になるんですけど、簡単に言うとですね、この 9.11 のテロをやったアルカイーダ、これを保護してたのがアフガニスタンで、このアフガニスタンっていうのが当時タリバンという、
まあこれもね、半分テロ組織みたいなもんなんですけど、まあ一応アフガニスタンでの一政治勢力だってことにしましょう。でこのタリバンが当時アフガニスタンを支配して、まあだからアフガニスタン政府みたいなのをまあ構成してたわけです。でそのアフガニスタンっていうのが、まあ、この国際テロ組織であるアルカイーダっていうのをまあ保護していたと、まあ、いうことなんですね。で、まあ、当然そのテロを起こしたわけですから、まあ、アメリカ政府からするとこのアルカイーダの連中をまあ捕まえてね、で当然裁判にかけてっていうことをやらなきゃいけないんだけど、結局要はアルカイーダの連中がですね、まあ、要はタリバンのアフガニスタンにかくまわれてたと。でアメリカ政府からすると当然タリバンですね、まあ、要はそのアフガニスタン政府にですね、まあ、引き渡せと、もうアルカイダの中心的な人物を引き渡せみたいなね、まあ、ウサマ・ビン・ラディンとかっていう、まあ、当時自分ももう高校3年生とかだったんでね、まあ、この出来事はよく覚えてます。あのもう大変厳しい言い方なんですけど、当時高校3年生で、まあ、9月だったんでね、まあ、当然まあ受験するんだっつって勉強してたんですけど、予備校から帰ってきたら母親がですね、あんた大変なことになってるよみたいな形でこう、まあ、家族がテレビ見ててですね、でえみたいな感じで、まあ、当時はほらスマホとかそういうのないですから、まあね、家帰ってニュース見ないとですね、まあ、当時のその情報なんて一切入ってこないっていう、まあ、テレビ全盛期の時代というふうにまあ言えるところだったんで、で見たらですよ、まあ、その飛行機がですね世界貿易センタービルにこう突っ込んでバーンみたいな感じになってる。でそれがまあ要は録画再生のようにこう繰り返し繰り返し流されるもんだから、え何これ映画みたいな感じで言ったらですね、あんた何言ってんのみたいな感じで親に怒られたのを今でも覚えてますけれど、で結局このアルカイーダの犯行でそれをかくまったタリバン政権、これが引き渡しをしないと、まあ、いうことなんで、2001年の10月から、まあだからアメリカがすればこれはある種の報復行為ってことになるわけですけれど、要はだからアフガニスタン紛争っていうのは簡単に言えばですね、アフガニスタンタリバン政権がテロ支援国家であると、まあ、いうことなんですね。まあ、要はテロとの戦い、まあ、対テロ戦争とかって世界史とか歴史総合の教科書だと用語が出てくるんですけど、これ要はテロを支援する国家とアメリカは戦うんだと。でこれはですね、1990年代、まあ、アメリカっていうのがその冷戦が崩壊した後に世界の警察であることを少しこうやめようとするわけですよね。なんでかっていうと、まあ、お金がかかるわけですよ。だから、まあ、これは琉球沖縄市のところで少し喋りましたけど、冷戦が崩壊した後ね、その世界中にこう駐屯させていた米軍をこう引き上げさせるっていうようなことをアメリカ政府っていうのはやってた。特に、まあ、ビル・クリントン民主党政権の時は、まあ、経済の立て直しを最優先だっていうことをこう政権が言ってましたから、まあ、そうするとやっぱ軍事的にこう抑制するという、だからいろんなところの地域紛争への介入も抑制傾向にあったと、まあ、いうことなんですね。でところがテロっていうのはアメリカが軍事行為を抑制したとしても、まあ、起こるわけですよね、単純に言えば。まあ、だってテロっていうのはいつどこでも起こせるわけですから、本人が起こそうと思って、まあ、見つからないようにもちろん計画すればっていうことになりますけど、そうなるとですね、軍事的な関与を抑制したとしてもテロとの戦いに巻き込まれる。でしかもアメリカっていうのは自分の本土が他国に攻撃された経験っていうのがほとんどないんで、まあ、だからその意味で言うとこの 9.11 のテロっていうのはやっぱりアメリカ国内に大きな衝撃だったらしいんですよ。まあ、アメリカっていうのは平和であると、もちろんその治安がいい悪いとかそういう話は当然ありますよ。けど他の国からまさかね、超大国アメリカを攻撃するような国なんかないだろうというふうに思ってたらですね、ウサマ・ビン・ラディンを中心とするアルカイーダですね、やすやすとテロをやってのけたと、まあ、いうところで、だったらそのテロとの戦いに積極的にコミットしていこうと、まあ、いうのがですね、共和党のブッシュジュニア政権と、まあ、いうことになります。なのでアフガニスタン紛争ですね、これが2001年の10月から起こると、まあ、いうことですね。だからこれはアメリカの報復行為みたいなところがあります。でアメリカだけではなくてイギリスをはじめとする NATO 加盟国、これもアメリカ側の味方をすると。でそれに対して、まあ、タリバン政権が対抗するってことなんですけど、まあ、これはもうすぐに木っ端みじんこにされます。でただね、まあ、これ詳しくは中の4番に長々書いておいたんですけど、このねアフガニスタンっていうのがですね、まあ、要はいろんな民族がいて、で宗教も入り混ざっててっていう、その多民族国家多宗教国家でもあるんで、結局アメリカの意に沿うような政権が当然できるわけですよね。ところがそれに対してこれタリバンがね抵抗するんですよ。でなんでかっていうと、これ、ね、タリバンってこれ例えばアフガニスタン攻撃されてどうするかっていうと、隣国のパキスタンに逃げるんですよ。でこのパキスタンに逃れると、まあ、当然手は出せないわけじゃないですか。いやだってパキスタンの領土の中にさすがにアメリカとかが手突っ込むわけにもいかない。でまたねこのねパキスタンっていう国もまたこれはこれでこう結構難しいんですよ。まあ、そこら辺の話をですね延々中の4番に書いてありますんで、興味あればご覧くださいと、まあ、いうことですね。もちろん日本史の入試で出るっていう話はないんですけども。でそれからテキストの47ページにですね、この地域の地図を貼っつけておきました。カブールとかねカーブルって呼ばれますけどね、アフガニスタンのまあ中心都市があります。
ますけれども、そこを例えば占領したところで、まあそのパキスタン寄りの地域ですよね。だからそっちの方にこのタリバンっていうのが逃れて、まあ抵抗を続けると。で、結局このアフガニスタン紛争にアメリカはまあブッシュジュニア政権の時にコミットしたわけですね。で、例えばじゃあそれでとりあえずタリバン政権をやっつけました。親米政権ができます。けどね、このタリバンっていうのが隣国のパキスタンに逃れながらこう抵抗を続けるってなると、まあ安々と軍隊を引き上げるみたいな話にはならないわけですよ。ところがですよ。で、それがね、2年、3年、4年、5年と続いていくとですよ。だからアメリカ政府もね、無尽蔵にお金があるわけじゃないわけですよ。で、そうなってくると、まあ最終的にやっぱりその軍隊を引き上げようかみたいな話になるわけですよ。で、ブッシュジュニア政権の後ね、例えばバラク・オバマ政権であるとか、で、それからね、ドナルド・トランプ政権であるとか、これが、まあやっぱり徐々に徐々に軍隊を引き上げるみたいな話になり、最終的に2021年ですけど、ドナルド・トランプ政権がですね、手を引くわけですね、パキスタンから。で、その手を引くっていうような姿勢を見せたことによって、このタリバンはですね、息を吹き返して、最終的にですね、2021年の8月末にですね、再びアフガニスタンを占領し、また再びタリバン政権っていうのを作ると。まあ、いうことなんですね。だから、まあ、現在、まあ、今2024年の3月にこの動画撮ってますけれど、アフガニスタンっていうのはそのタリバンが占領している状態っていうのが続いてますよと、まあ、いうことなんですね。ただブッシュジュニア政権としてはですね、やっぱりそのアルカイーダの中心人物たちをかくまっているタリバンは許せんということで攻撃したと、まあ、いうことですね。まあ、これもどこまで本当かどうか分かりませんけれども、ウサマ・ビン・ラディンというアルカイーダの、まあ、中心メンバーですね、これは結局このアフガニスタン紛争の時に殺されていると、まあ、いうことなんですね。さあ、でじゃあそれに対する小泉純一郎内閣の対応なんですけども、自分もですね、当時高校3年生で、まあ、はっきりと記憶がありますんでよく覚えてるんですが、非常に行動が素早かったですね。まず何を言ったかっていうと、アメリカを支持しますと。もう小泉純一郎首相はですね、もうこういうその緊急事態が起こった時の対応っていうのはですね、まあスピーディーだから危険なところも当然あるんですけれども、まあリーダーとしてはやっぱ頼もしいなというような姿勢で、当時まあ高校3年生の自分は見てましたね。もうはっきりとね、毅然とした態度で、まあアメリカ政府を支持しますと。まあだからここら辺がですね、対米重視というところが伺えるわけです。じゃあアフガン紛争に関してね、日本がまさか自衛隊を現地に派遣して例えば戦う、これはまあ当然できないので、どうするかっていうと、1990年代に日米安保共同宣言とか周辺事態法によってですね、後方支援を可能にしましたよね。例えばアメリカ軍がどっかに出撃してる、その出撃してるアメリカ軍に対して自衛隊が、まあ、例えば物資とかを供給するとか、まあ、そういうようなことは可能になったと、まあ、いう話は橋本龍太郎内閣のところで説明したと思うんですけど、問題はですね、今回はアフガニスタンなんですよ。問題っていうのは何かっていうと、1990年代のね、その日米安保共同宣言に始まる一連の安全保障改革の中ではですね、あくまでその周辺事態っていうのはアジア太平洋地域であって、当然まあこの西アジアっていうのは適用範囲外っていうことになるわけですよ。でそうするとアメリカに協力するにしても、法律の裏付けがやっぱないままに自衛隊が勝手にインド洋の方まで行って、まあ要は後方支援するっていうことは当然ありえないので、小泉純一郎内閣はどうしたかっていうと、テロ対策特別措置法と、まあ一般にテロ特措法というふうに呼ばれますけれど、これを制定してですね、時限付きですね、ある程度こう期限をつけて自衛隊をまあインド洋に派遣可能にする、そういう法律です。だから特別措置法っていうのはそういうことですね。テロ対策のために特別に、まあ、だから本当はできないんだけど、何年か期間を決めて自衛隊を派遣しましょうと、まあ、いう法律を、これもねかなりスピーディーに通しますね。だから2001年の9月にまあこういう出来事があって、でまあ当然アメリカは報復行為に出るんだろうな、アフガニスタンに対してってことは、まあ要は当然ある程度これ情報としては入ってくるんで、でそのアフガニスタンとの戦争が始まったまあ直後にですね、このテロ対策特別措置法っていうのを小泉純一郎内閣はですね、もう臨時国会に素早く出して素早く通してっていうようなことをやってます。で実際に後方支援を目的にインド洋に自衛隊を派遣したと、まあ、いうことですね。でそれからまあ PKO 協力法についても、まあこれ改正しまして、 PKF 本体業名のまあ参加を可能とするというような、まあそういうような改革をしております。まあ、詳しくは中の5番中の6番ですね、まあ、これをご覧いただきたいと、まあ、いうことなんですね。まあ、自衛隊員の武器の使用の基準をですね、まあ、少し和らげたりということをしております。まずこれが例の一つ目のところですね。まあ、要は 9.11 同時多発テロに端を発した、まあ、アフガニスタン紛争、これについて小泉純一郎内閣はですね、アメリカ政府に対して積極的にコミットしていったと、まあ、いうことなんですね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。またいいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたら、コメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。